アラクローレプタースベニコンゴウインコは、オウムメインコ科に分類される鳥類の一種。その赤を、主とした羽毛の色彩から、しばしばコンゴウインコと取り違えられる。ベニコンゴウインコの胸も明るい赤だが、翼の下部の羽は緑である。さらにベニコンゴウインコは、コンゴウインコでは、裸の皮膚である目の周りに、小さな羽の列によって形作られる特徴的な赤いラインを持つ。 大型の混合インコの仲間では最もポピュラーな存在で最大の混合インコ族の鳥であり南アメリカ北部の森林に広く分布している。しかし他の種類の混合インコ同様に居住環境の破壊とペット取引のための違法な捕獲によって著しい個体数の減少が近年続いている。混合インコは一見ペニ混合インコに似ているが目の周りのラインがなく 両方の翼に黄色い島が入っている。混合インコ族の飼い主や専門家の中には、ベニ混合インコのことを優しい巨人と呼ぶものもある。混合インコやルリ混合インコよりも大きな体にも、かかわらず、これらのより一般的な種類の鳥よりも、ペットとしてより望まれるおとなしい性質を備えているからである。ベニ混合インコは、大きさにおいてスミレ混合インコに劣るだけで、 混合インコ族では最大の鳥である。その翼長は1 2 5トルにまで達することがあり、体長は1 0 0トルにまで達する。健康な生体の体重は1 2 5 0ムから1 7 0 0ム前後である。飼育下における平均的な寿命はおよそ50年から60年であるが80年以上生きた個体が確認されており、100年、 以上を生きると主張する人々もいる。ベニコンゴインコは、コンゴインコおよびインコ科の中で最も強力な、くちばしを持ち、14ンパもの圧力を生み出すことができる。そしてこのくちばしでほうきの柄も真っ二つにすることが、できる。この強力なくちばしは、おおむめの鳥は、硬いナッツや種ですら砕いたり割ったりすることが、できるように作られている。ありがとうございます。